西戸明子のコミュニケーションアカデミー。この放送はポッドキャスト、ボイシー、YouTube でお届けしています。7月4日木曜日になりました。おはようございます、西戸明子です。さて、ここ数日間は NACA 西戸明子コミュニケーションアカデミーのマスタークラス、そしてアドバンストマスタークラスの授業がありました。一体何を学んでいるのかと言いますと、話す、聞くといったコミュニケーションを切り口として自分と向き合う、自分の心の中で何が起こっているのかを知る、するとこうあるべきだ、これってこういうもんでしょ、自分の中にいろんな思い込みがあることに気がつくんですね。で、そこから自由になっていくと軽くなる、とらわれがなくなっていく、結果として周りの人に対しても腹を立てたり相手を変えようとすることが減っていくので、まあどんどんね、自分との関係、周りの人との関係が良くなっていく、そんな学びをしているわけです。ではその思い込みっていうものがどうやったら外れていくのか、まあ、いくつか方法があるわけなんですが、まあ、共通しているのは気づくってことなんですよね。まずは思い込みに気がつかないと、それが外れることもなかなかないので気づくことが大切なんですが、私自身例えばどんな風に気づいてきたのかなって考えてみると、まあ、思い出すのはパッと思い出すのは歌のレッスンを受けていた時なんですね。あれは20代だったと思います。はい、私自身自分は声が低いと思い込んでいました。はい、まあ、今はそんなに高くないかもしれないんですが、20代の時っていうのは実は声が高かったんですよ。うん、それで歌の師匠に、いやあなた声がね低いと思ってるかもしれないけど高いよって言われたんです。で、えってそうって言ったら、ほらって、えいや今言ったその嘘っていう声高いじゃないって言われて、でもう一回言ってみるわけです、自分で、そうはぁ、うん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 、はい、はい、確かにこれ高いですとか言いながらね、あ、本当だ、この声は高いぞっていう。だから自分が声の低いシンガーにすごく憧れてたので、そういう人の真似をして私は声が低いんだと思い込んでいたのですが、まあ歌の師匠に、あなた高いわよって言われた。でもね、多分これが食事をしている時にあなた高いわよって言われても、そうですかねって言ったかもしれない。だけどほら今のその声高いでしょ。つまり自分がやっていることって見えないんですよね、自分で。でも自分がそれをやった瞬間に、それそれほらって言われたら、さすがにやったばっかりだから自分でも確認ができる、すると、あ、確かにっていうことが起こるんじゃないか。だからよくスピーチレッスンなんかではこういうことができないってね、苦手だって思っている方結構いらっしゃるんですけれども、ほら今の発言、ほら今のところできてるじゃない、そんな風に言うと、あ、確かに、はい、こうやって自分が何かをやった直後に指摘してもらうことによって、それが思い込みだと気づけるっていうことがあるなって思います。そしてもう一つ、それは、まあ、やはり高い声が出ないという話なんですが、そのレッスンの時に歌の師匠がね、こう体をいろいろ触ったりとか姿勢を変えたりとか、まあ、つまりは筋肉の使い方を変えてるんですよね。うん、でそれによってある時自分ではもうここまでしか音が出ないって、声は出せないって思ってたのに、ポンって出たんですよ。あれ？出た！でしょ？って言われて、そのここまでしか出せない、私は高い声は出ないと思ってたら出ないんだよって、その考えが
全身に指令を送って体の筋肉にね声が出ないようなそういう形を取らせるんだよって。ああそうなんだ、確かに今先生に言われて言われるがままになんかこういろんな姿勢とか動かし方とか意識とか変えたら出た、なんだ出るんだ。これはどういうことかっていうと、あの体験してもらうってことかなと思うんですよ。これもやっぱりスピーチセミナーとかで、ね、もうこういうことはできませんって信じている、みんな信じてるんですよ。私は話すの下手です、できません、ああですこうですって。だからその一瞬だけでもねできるっていう体験をしていただくんです。するとあれできた、あれ私できるんじゃないってなるんです。するとその本当にもう本当に短い時間ですよ、でもできた、一度でもできたっていう体験があるとそれで変わっちゃうんですよね、人間の意識って。こんな風に私はその皆さんにね話し方とか聞き方とかコミュニケーションとか、まあでも、うん、そこを入り口として結局はその人自身あるいはその人の人生に対してこんなことは無理、私にはできないね、私はそんなタイプじゃない、みんないろんなことを思い込んで制限をかけているところをこう取っ払うっていうことを学びとしてみんなでやってるんですけれども、いやこうやって振り返ってみると実はそれは全部歌の師匠が教えてくれたことだったなって改めて思います。それってそんなに難しいことじゃないんですよ。だから本当にちょっと普段の自分のなんていうのかな枠から一歩外に出るだけ、もう二歩でなくてもいい、一歩出るだけで変わっちゃうっていうそういう感じがします。今マスタークラスは第4期をやっているんですが、そのある生徒さんがリアルのね授業が終わった時にある日泣いてるんです。で何を泣いているのかなって、何があったのかなって思ったら、その自分にはこんなこと絶対できないって、やりたくもないって思ってたことができた、しかも楽しかったって、うん、だからそれがすごく嬉しいって言ってその涙をねボロボロ流してらしたんですね。それでね、もう本当に彼女が愛おしくて抱きしめたら、もうなんか涙とか鼻水とか人さんの服についちゃうよって言うから、もういいよって言ってね、うん、そしたら本当についてましたけれどもそんなのは洗えばいいだけですからね。それよりもそのもう彼女がね自分の思い込みを制限を超えたその喜びの涙をね、一緒に分かち合えたことっていうのはもう何とも言えない本当に幸せな時間でした。そういう受講生さんが一人また一人とね増えていくたびに、ああこの体験をもっと多くの方と分かち合いたいって思うんですね。心の中でね、それは思い込みだよ、大丈夫だよ、できるよって。でもねそれをこう誰かに言われたからそうですかとはなかなかならない。やっぱり自分ができたっていう体験をするっていうこと、うん、だからねその体験が生まれる場を私は作らせてもらってるんだなって改めて思っています。さてそんなマスタークラスはこの秋もう大きくリニューアルしてまた新たにね、スタートしていく予定になってます。皆様どうぞお楽しみに。そして新たにといえば新たなシリーズがスタートしました。題して教えて西戸さん。これ私が考えたわけじゃないんですが、このタイトルPR チームのねチームニコの皆さんが考えてくださって、教えてこれね、教えての後にちっちゃいつが入って、
この後びっくりマークじゃなくって音符マークって、もうここがポイントなんですということで、わかりましたとすごくこだわってね考えてくださいました。教えて西戸さん。はい、この第1回目がね7月15日開催でございます。朝起きたくないあなたへ、グッバイブルーマンデー朝をどういうこう気持ちで迎えるかっていうのは、もうね一日の半分ぐらいが影響するんだっていうのをね、何かの本で読んだことがあります。まあ、かく言う私自身、本当に朝起きるのが嫌で嫌で仕方がないっていう時期が非常に長くありましてね、それなんでやねんと、なんでこんなに起きたくないのって、まあもういろいろ本読んだりね、自分と向き合ったりして、でなるほどこういうことかなと、じゃあこうやってみようかなと、まあいろいろ試行錯誤してまいりました。はい、そんなお話をさせていただけたらな。朝起きたくないというその気持ちの奥に一体何が潜んでいるのか。はい、まあここにも様々なね思い込みなどがあるかもしれません。自分をさらに自由に軽く解放して楽しく過ごす、そんなヒントをお届けできれば幸いです。皆様のご参加お待ちしています。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。西戸明子のコミュニケーションアカデミー、お相手は西戸明子でした。